早稲田予備校は、早稲田学園グループによって設置されている、大学受験予備校である。現在のキャッチフレーズは、次の高みを目指す人に。なお名前の、早稲田とは、主な目標の一つである、早稲田大学から来ている。ただし、予備校を運営する早稲田学園自体は、学校法人早稲田大学とは一切関係がない。また、同業予備校である、早稲田ゼミナールや早稲田学院。 早稲田塾とも無関係。13時時計13時時計がシンボルであり、長年にわたって、主として早稲田大学を筆頭とする南関私立大学、特に文系学部対策の予備校として実績を誇っている。以前は、早いよと呼ばれていたが、現在は早予備の愛称で知られている。受験生劇例のイベントとして、 芸能人を招聘することがあり、過去には、うっちゃんなんちゃん、アントニオ猪木、中村玉緒らが特別講師を務めた。一時、TBS で英語番組を持っていたことがあり、東北放送や CBC テレビといった校舎のあるエリアにネットされていたこともある。ウェブサイトでは、大学偏差値検索ができるが、検索の対象は、関東圏の大学中心で、それ以外は、 旧帝大、赤石律堂である。2020年に、英語科の永田達造講師が復帰した。先週学校先週学校登録の下記2校は、先週学校早稲田予備学校が正式名であり、早稲田予備校は、通称扱いとなっている。上記以外、テナントビル内にあり、各種学校登録ではない。ザ、入試英語統制英語ことはじめ涙なしの、英語学習。 ありがとうございます。